はい、で続いて最後ですけどもね、今日の最後、今日の3本目はこれですね。監督さんがベン・アフレックで、主演がベン・アフレックとブライアン・クランストンで、アルゴですね。はい、でウエストサイドと一緒で、これもあれですね、アカデミー賞の作品賞を取ってる作品ですね。はい、でベン・アフレックって人はさ、役者としてはうだつが上がらずね、これうだつが上がらずというけどもさ、ハリウッドの大作で何本かの主演作があるにもかかわらずうだつが上がらないなんて言われたらもう悲しくなっちゃうけどね、本当にね。でまあなんかパッとしない、もうそれこそあれでしょ、マット・デイモンと一緒にさ、あれあったじゃん、グッドウィル・ハンティング、ね、一緒に脚本書いてさ、なんか、うん、マット・デイモンの方は演技がうまいって言われて、こうわーって今でもスターでいるのに、ベアフレックってスターではあるのは間違いないんだけども、なんかジェニファー・ロペスと一緒に出た、ジルって映画がまあ大こけしてですね、てめえの都合で映画出てんじゃねえとかって言われて、なんかかわいそうな人なんですけど、でその人は起死回生の一本ってことはないのかもわかんないけども、自分で監督主演やって、見事に公開したらアカデミー賞作品賞を取ったっていうことですけどね、いい話でしょ。ベン・アフレックも才能があったんだってことを周りが認識したんだね、これで本当に、で、まあ、85回だから2012年、一昨年のアカデミー賞を取ってるの。でさ、見たかったんだよこれずっと。でお話がですね、イランで、イラン革命が起こるんだ。でイラン革命が起こって、1970年代このイラン革命が起こって、そこでさ、アメリカ大使館、アメリカとイランもちょっと複雑な関係があって、でそしてアメリカ大使館がこう乗っ取られちゃうんだよ。で人質が取られるわけ、アメリカ大使館の中で。でもその中で大使館で人質に取られる前にギリギリ逃げられた人たちもいるわけよ。でその人たちがこうカナダ大使館に自在とかくまわられてて、でその人たちをイランから救出するっていうお話なんですよね。でどうやって救出するかっていうと、そのベン・アフレック、うん、演じるトニーっていうのが主人公なんだけどさ、でこれは CIA にいるんだけど、あの映画の撮影だって嘘ついて、カナダ人のクルーだって嘘ついて、そんでそのアメリカ その人質になっている人たちを、まあ、助け出そうと、カナダ人のフリして助け出そうっていう作品で、おい録画してある、これね、じゃあうーちゃんも録画してあるからね、最後とかはもちろん言いませんがね、これいい映画ですよ。うん、見ててさ、やっぱテンション上がるところがさ、映画ってものがきっかけになって、その人質は困ってるわけですよね。要はその自分のその馴染みのない国で生活してて、一歩も外出られない、ある意味その自分たちで軟禁状態においてまあ生活してるわけですよ。外出たらアメリカ人だろうってバンってまあ捕まっちゃうわけだから、そういう人たちを助けるために映画が使われるって、こんな見てて気持ちいい話ないですね、映画好きとしては。でやっぱさ、その向こうを信じ込ませるためにポスターとか嘘で作るわけさ、ベン・アフレックとかがそのハリウッドのプロデューサーとかいろんな協力者呼んで、で嘘のね、その SF 映画アルゴっていうその SF 映画をでっち上げるわけで、いざイランに入ってくわけですけどね。でいい映画なんですよ、だからとっても。でも、作品の尺がですね、120分、劇場版で120分で、エクステンデッド版だと130分あるんだけど、僕どっちのバージョンで見たかちょっとよくわかんないけど、ね、もっと長くていいなって思いました。そのやっぱり話のメインとしては、そのベン・アフレックがどういうふうに助け出すかってことがメインなんですけど、やっぱりその、アメリカ人でイランで、まあそのまあ間接的に人質になっているそのグループですよね、なんとか大使館から逃げ出してきたグループ、この辺の、ね、人間関係ももっと見たかったし、あとその映画をその嘘の映画アルゴっていうのをでっち上げるプロデューサーとか、まあ、いるわけですよ。で特殊メイクやってた人って、これ全部実話ですからね、これ本当にあった話ですけど、のそういう人たちの話ももっと見たかったから、多分ね4時間ぐらいあっても多分この映画ちょうどよかったかもしれないね。まあいろんな興行的な理由とかでとってもそんな4時間ってことはできないんでしょうけどね、なかなか難しいのかもしれないけど、だから
すごくいい映画で、こう胸がこうスッとするとこはあるんですけど、その辺ちょっとね、ベアフレックちょっとひよっただろってちょっと言いたくなるとこもあるね。で、まあ、いつも言うようにアカデミー賞作品賞取ってるからって全部作品が素晴らしいわけじゃなくて、中にはクソみたいな作品もたくさんあるんですよ。やっぱりね、ろくでもねえ作品だとか、ろくでもねえ主演男優賞が取り上がったってことはあるわけで、やっぱそのアカデミー賞の中では、アカデミー賞の中の、まあ、ある程度の質ってものはまあ保証されるかもしれませんが、皆さんも振り返ってみてですね、ハードロッカーっていうあのクソみたいな映画ありましたよね。で、アバターっていうどうしようもない映画もありましたね。っていうところで 3D っていうところでしか見どころがなかったっていうような映画もありますから、で、まあ、全部保証できるわけじゃないですけども、まあ、でもそれでもある程度の質は保証されてるっていう点で言えばね、まあ、見て悪いもんじゃないと思うんで、まあ、おすすめおすすめですんでね、ちょっと見てみてください。はい、あるもね、テレビドラマとかなんかでやった方がいいような気したね、俺はなんとなくね、24みたいな感じでね、まあでもベアフレック、よくやりましたと。で、そのご褒美というわけじゃないですが、次のバットマンベアフレックに決まりましたからね、本当。でクリスチャン・ベールの後のベアフレックですから、ちょっと最初嫌だったんだけども、ベアフレックアルゴで見るとやっぱなかなかいい役者さんですね。こうちょっとクリスチャン・ベールみたいな腹はないけどね、でもまあ、ベールやめちゃうんだ、やめといた上でなんで俺に話が来なかったんだっていう話だけどね。もう次リブートされてのやっぱ、バットマンですからね。次はあれです、スーパーマンと戦うバットマンですから、どっちかというとスーパーマンの続編マンオブスティールっていう世間じゃ評判悪い映画のにバットマンが出てくるっていうニュアンスの方が強いかもしれないですね。なんでね、次のバットマンはちょっと最初嫌だなと思ったんだけど、アルゴ見て思う、ベアフレックでもいいかっていうような気持ちになりましたね。まあそれはちょっと話ずれちゃいました。まあとにかくアルゴおすすめの一本ですんで、評価つけるとしたらですね、10点満点で言えば 8.7 ぐらいはいくんで、なかなか評価 8.6 にしときましょうか。 8.6 ぐらい8.6 ぐらいいきますんで、ひよった、俺もひよった、アフレック俺もひよったよ、ベンって感じね。まあ、とにかくおすすめですんで、今日の3本どれもおすすめですから、今すぐ伝えゴーって感じですね。はい、というわけで今日の3本目はですね、監督さんがベンアフレックで、主演もベンアフレックで、アルゴでした。というわけで以上、レビュー 2.4 キロでした。